ダッシュで行こうぜ。どうも滝田でございます。刻んで行こうぜ。アシックスの A のこの穴からパン見ているよ。いやキモいな、さすがにやめてくれ。いやキモくないでしょ。さすがにこれはまずいよ。でも本気で言ってる。本気で言ってたら5年間一緒にできねえだろ。あの明日で6周年、あ、違う、5周年年目か。待って、明日6月1日やばい、何もしてない。何も考えてない。明日5周年か。おめでとうございます。一応あの正規バージョンやったっけ。正規バージョンやってるか。刻んでいこうぜ。アシックスの A の穴から女のパン見ているよ。キモいって。キモくはないです。空気がやばい。ガチトーン、ガチトーン。本気、本気で言ってる。本気で言ってたら5年間一緒にできるわけねえじゃねえかよ。オンユアマーク。はい、ということで本日の動画なんですけれども、6月上旬に日本選手があります。TKD プロジェクトね、日本選手権応援1回も来るとありません。ないね。YouTube 活動通してもないし、前もない。ないしってこと。いや、俺は、あんのはある。帯同し行ったのか。俺、服部勇馬、ずるっ。服部勇馬のあの、横で行ってます。ああ、プレミアムシートで行ってんのね。そうそうそう、すごい雨の日だったの。本日の企画、日本選手権優勝者田母神選手の 800m のタイムを開花してみよう。いや、ちょっと面白そう。協力企画にはなってるんですけども、はい、普段通り2人でいつもやったらそれは余裕なんです。なんだけど今回ロードです。うわきついって。しかも田母神くんのタイム1分46秒6なんで、バケモンや。ロードで2人で26秒を切っていくぐらいのタイムじゃないと達成できない。やっば、結構きついよね。この企画俺1人だったら無理だね。ワンチャン27とかありえるんで。ありえる、ありえる。まあまあまあ今回2人で助けながら、まあレストウォークで帰りながらやっていきたいと思うんですけれども、なんと今回この企画達成できたら日本選手権いきます。イエス。あー、これ楽しみ、マジで。これいきます。これはありがたい。しかも僕たちのお金じゃないんでしょ。そうです。うわスポンサードバイチックス。ありがとうございます。ありがとうございます。できなかった場合なし。本当になしなの。なしなし。この動画を提出してアシックスさんから OK 出たらチケットいただける。ここのカットの部分見せてもらっていいですかとかあるかもしれない。俺たちが八百長して。なるほどね。確認するのホイスさんね。違う。絶対大丈夫でしょ。なんとプラス視聴者さんの席も用意してます。イエーイ。またやっちゃう。いやいや、そうなんですよ。これ実は成功グランプリの時も同じような企画をさせていただいて、その時もアシックさんのご協力のもと皆さんにチケットを配るというイベントでやらせてもらったんですけど、僕たちもすごくお腹いっぱいでしたし、視聴者の皆さんもすごい楽しかったっていう声もあったし、何よりアシックさんがその現場で僕たちの活動とか、うん、そのファンの皆さんの温度感を見て、ぜひこれどんどん続けてほしいっていう。なるほど。速攻企画すごかったもんね。映像にも残ってますけど5000人ぐらい来ましたよ。5000人。お前成功グランプリの会場入り何人か分かる？分かんないでしょ。分かんない。1万人ぐらい。半分半分俺らの。半分俺らの。ないないない。8000人ぐらいしか来てないですけど、本当にすいません。それは重ねのミルフィーユや。オンユアマーク。早速これをクリアして視聴者と僕たちみんなで長いっちゃおうって。それではいきましょう。ダッシュで行こうぜ。さあアップ終了しました。本気よ。全身アーシックス。はい。モザイク入ってる。それダメでしょ。それまあ小石さんってこれぐらいでいるし。アキレス腱冷やさないようにって思いの方が強かった。はいはいはい。1本目はねスタンディングから行くんですけども、体感ですので2本目以降恥ずかしいです。なるほどね。はい。よーいドンの1本目はそれを体感して、そうそう、それ以降は普通のレースと同じ想定の加速でスタートする。これで27とかかかったら、いやそれはね、まあまあでも加速がうんあるから。うん。さあよーいゴッ。待って早っ。あと先で。あやべ。一本目。はい。27秒1。今ので？やばいぞ、石木さん。いやでもこれよりも1秒早いんでしょ。でも加速できるから。そうだ。これさ、マジでさ、切れなかったらさ、おもろくない？おもろくない？いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。そのまま、キープ、キープ、キープ。
キープ。キープ。キープ。まだまだキープ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 。もうちょっと。ラストキープ。ラストキープ。ラストキープ。オーケー。笑ってるけど、これでこれはやばいな。26秒78。おやばい。まあまあまあ、これで54キルぐらいで入ってるんで、まだタモちゃんはこれ涼しい顔で一周目通過しラストの戦いに備える余裕があって走ってるわけですよ。ぶっちゃけて、はい、もうね、2本目行く余裕ない。いや、マジだ。早くて追いつけない。ごめん、追いつけなかった。マジごめん、マジで追いつけなかった。ラスト余裕持ってきてやろ。行きたい。24秒1。もう全然体感してねえじゃん。もう全然 TKD のペース。カラカランってなってから。なるほどね。加速する人多いじゃん。それを意識しました。加速しすぎないよ。それ俺の走りにかかってんのか。嘘で。何？めっちゃ緊張してきた。何このプレッシャー。さあ加速、徐々に上げていきます。徐々に徐々に徐々に。マジでやばいかも。足し算しないと分かんないぐらい際どい。ダッシュで行こうぜ。終了いたしました。終了ですね。そんな引きずってんの？あら、やばいと思う。マジで？マジでやばいと思う。77秒9。28秒かかったら間違いなくアウト。え、マジ28だった。いや、やばいね。叩き出さないと分かんない。そうだね。え？よしき4本目、はい、27秒5。んっていうことは、待って大丈夫かな。待って待って、分かんない。ちょっと待って、この判断でしょ。27秒5でした。なんか変な計算でしょ。タモちゃんのタイムは46秒6。なんで46秒6。はいはい、タモマジで出ました。はい、タイム、はい、1分、はい、40はあ5秒4ということで達成。あぶねー。日本記録どうだったんだろう。日本記録に向かってる。あ、マジで、はい、1分45秒7なんで川本さんに向かってる。なるほど。危ねえ。いやでもぶっちゃけって、はい、周平の24秒がなかったら危うかったね。危うかったね。あそこにバカしたおかげってこと今回。そうだよ。危ねえ。いやマジで危ねえ。バカしてよかった。危ねえマジで。これが台本なしですよ。これが台本なしですね。ギリギリ目標を達成して中へ行けます。いけますね。一応ね、クリアということで。はい、ということで今回ね、もちろん我々も行くんですけども、視聴者の方にもプレゼントできるという。いやー、よかった。これはさ、はい、褒めてよみんな。今回はセンキューベリーマッチ。そうだね。ね、なんか叩くんだったら、あのチケットのプレゼント結果出てからにして。そうだね。叩くならツイッター叩いてください。ペア100組さん。それすごいね。ペアで、あの100人に当たるっていうところも強みなんですけど、日本選手権4日間あるんですよ。4日間全部行けます。今回4日全部行けるし、後でもう一回説明あるかもわかんないですけど、うん、これ1日しか行けないやつもいるわけ。1日だけでも OK。 それはマジで。チケットの無駄遣いになっちゃうけど、当選の枠ということなので、シックさんと TKD プロジェクトからのプレゼントというわけなので、転売以外だったらもう何日使っても、うん、あの紙飛行機作って飛ばすのもありですし、うん、え全然今別なこと考えてる。応募方法なんですけれども、まあ前回はだからのインスタの方にメッセージで、今回の動画を見て日本選手権のチケットが欲しいと分かる旨のメッセージを送るだけなんですけど、はいはいはい、今回はね、うん、よしきに送るだけ。もうね、もう来週になるよ。
なんで、うん、ちょキンキンになっちゃうので動画投稿日から3日以内、3日以内ね。今回もね、水濠グランプリ同様トライアシックスのブースに武田と吉木行くんですけれども、いるのがね金土になります。今回日本選手権って木金土日、今回僕と吉木がいるのは金曜と土曜日になります。チケット方って木曜日に行きたい人もいるわけじゃないですか。その人はブースに行っていただいてアシックスの係の人から受け取る形になります。当たらなかった人もいるわけです。当たらなかった人、まあ、100人ぐらい当たるんですけど、多分100件以上来ると思うんですよ、まあ、大阪なんで、はい、当たらなかった人スポンサー席というのがあって、今回それが2階席になっちゃうんですよね。はいはい、2階席になっちゃうんですけど、当日トライアシックスに来ていただいて我々の動画見ましたと、はいはいはい、行っていただき、プラスシューズを履くブースがあって、そのシューズのアンケートをこう取ってるんですよね。セイコーグランプリの時にやってた、はい、やってましたね、あれと同じシステムでアンケートに答えてくださった方先着、これやばいね。だからもし大阪近辺の方で、ね、外れましたと、例えば先着でトランシックスで彼らの動画見たら、うん、もらえるかもしれないって言って来ていただければ先着になりますけれども、用意してます。それ当たらなかった人も当たったようなもんそうそうもう遊びに来ていただいて、でも1日目俺らいないからさ、その1日目で100人来ちゃったら俺らには合わない。そうだね、僕らがいる時にあのチケット関係なしに全然遊びに来ていただいても、まあそうだね。今回の応募に関して分かんないことあれば、よしきが僕のインスタのメッセージに送っていただいて、今回のコメント欄でもいいんですけど質問していただければあの答えさせていただきますので、気軽にメッセージ送ってください。友達感覚で聞いてください、という形になりますので、ぜひ皆さん日本選手権本当にレベル高い、練習よく曲がるし、で何より人生の経験値として僕は見ておくべきだと思う。そうだね、自分の陸上の価値観とかいろいろ変わると思うんで、うん、ぜひみんなに言ってほしい。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でしましょう。バイバイ。この穴の中からパン。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。